結局ですね、ちょっと本流があんまりだったんで、また上流域のいつもの川に来てみたんですけども、こんな状態ですね。結構雪降っちゃって、まあ、魚の活性どうかなってちょっと心配なんですけども、ちょっとまあいつものですね、いつものポイントでこれだけ雪が降っても本当に魚は出るかどうかちょっと検証がてらですね、やってみたいと思います。本日のタックルについては、いつも通りのって言ったら終わってしまうんですけども、ロッドはシマノのライムストーン3番 7.6 フィートリールはシマノのフリーストーンの FV 3番です。ラインは前回の動画でも、紹介した通りダブルテーパーを真ん中でぶった切って、ウェイトフォワード的な感じで巻いてるものです。フライはこんな感じのニンフでやってみたいと思います。タングステンビーズヘッドニンフですね。こんな感じのタックルで、やってみたいと思います。やべえ、雪落ちてきそうだ。いや、バカ渋でしたけど、やっと口使ってくれましたね。やっぱり魚は、ニジマスかな。まあ、サイズはちっちゃいですけども、やっぱり丁寧に攻めたらやっぱり出てくれましたね。いじます。ちょっとですね、水温さっきあのリリースした時すごい冷たかったんで水温を測ってみたいと思います。4度ですね。水温4度で、さっきあのヒットしたニジマスのパターンとしてはですね、やっぱり完全にアップクロスでのキャストで、完全に沈ませたベタ底ってやつですかね、ベタ底でヒットしてきましたんで、そのパターンでちょっと釣り上がっていきたいと思います。よし、あー出た。くー、多分アメマスですね。口が硬い感じだったんでアメマス、やっぱりいますね。思った通り、遡上してきてるんですかね。よし、ダウンで来ましたね。まあやっぱサイズはそんなんでもないですけども、
はい、にじます。ですね、ちょっとやっぱり渋いんで、ちょっとティペットの太さを落としまして、今 3X ですね。まあ一般的な太さにちょっと変えました。大きめのやつかかったらちょっと慎重にランディングしたいと思います。まあかかればの話ですけどね。よし、よっしゃー、嬉しい。 OK、 まあサイズはさっきと変わらないですけども、やっぱりいやー嬉しい。やっぱりめちゃくちゃショートバイトなんで気抜けないっすよね。よいしょ、よいしょ、ニジマスっすね。今使ってる毛針がですね、こんな感じに濡れたらこんな感じになるんですよね。まあハックル、まあ、さっきも言いましたけどハックルがちょっと長めで、背中にあの UV 系のフラッシャブを背負わせています。今のところ2本ほど出てくれましたけども、ちょっといまいちサイズが、出てくれないんで、なんかいまいちなサイズなんで、まあなんとかちょっと尺オーバーを出てくれないかなと思ってるとこなんですけども、やっぱりちょっとハックルに動きがあるやつのが反応がいいんですかね。活性がちょっと低い時には結構リアクションバイト的な感じで、さっきも来ましたけども、もしかしたら時間帯で活性が上がってきている時間帯なのかもしれないです。